近年メタメッツの、人気は高まっておりますが、メコチ自身はその理由をどう分析されておりますか。こちらですね、ありがたいことに、どうもありがとうね、高まっているとのこと、大変嬉しい思いますね。まあ理由としましては、やはり我々がビジネスに取り込んでるというところがもう全てではないかなって、ビジネスに前向きであるということでございますよね。やはり、ビジネスということはしっかりと、まあ普通はね明言はしないかもしれないですけど、皆様に素直に言うという姿勢が、まあ秘訣になってるのかなって思ってますよね。どう思いますか。どうですか。ねえねえ、まあ、確かになかなかね言わないからね、普通はね、普通は言わねえからね。そう、まあ、ちなみに前手紙に書いて八橋持っていきますって言ったけど、八橋持っていくのは賞味期限が切れた後ということがね決定しました。賞味期限ならさ、まだ大丈夫だよね。消費期限じゃなければさ、賞味期限でも大丈夫かな、どうかな。いやだってもうね、日数が足りねえんだわ。あと2日3日でね、もう終わっちゃうから、マジで。そうなんですよ。